はい、皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。で、本日は、本当はですね、サイクリング動画、前回の続き出したかったんですけど、ちょっと編集の時間がなかったので、もう本当に珍しいと思うんですけど、こう、喋る会とさせてもらおうかなと思います。本当に申し訳ないです。で、あまり公言してこなかったんですけど、もうプレッシャーなのとか嫌なんで、だいたい金曜日か土曜日で、最近は土曜日上げてるんですけど、土曜日の7時か8時ですね、夜の。に、サイクリングブログなり、まあ、ちょっとブログ的なもの、なりサイクリングに関係するコンテンツをなんとか毎週上げようかなと思って上げてきました。で、最近ですね、これもこの後話すんですけど、レビュー動画っていうのも、ちょこちょこ出させてもらっていて、で、本当は今回ロードバイクの2回目、こう、長距離走った時の2回目っていうのを編集したかったんですけど、ちょっとですね、今週もう、見てくださった人もいると思うんですけど、インスタ360のエースプロ2っていう大きな新製品の発表があって、そちらの動画編集を先週末までずっとやってました。なので、ちょっと今回、今週はごめんなさいと、こう、サイクリングのブログは出せないですという回になります。で、今回、エースプロ2の、こう、先行レビューですね、を、本当にこう、小さいチャンネルなのにやらせてもらいました。で、結構自分的には、こう、力も入れて作ったし、使い倒したし、結構いいレビューができたのかなと思ってます。で、発表の時も本当に10時、全世界同時に発表だったんですけど、って結構再生回んのかなとかって見てたんですけど、全然回んなかったです。で、これも本当にインスタ360の人に申し訳ないなと思ったんですけど、やっぱり、こう、チャンネル登録者数っていうのがすごく大事で、いつもよりは、こう、クイックリスだとか、こう、いっぱい見られてとかっていうのはあるんですけど、やっぱり、こう、私自身の、こう、チャンネルの規模だと、レビュー動画出して、どん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 、再生数が上がっていくのって時間かかるんですよね、レビュー動画。で、全体的に動画一覧で見ると、こう、3万ぐらいいってるのもあるのかな ?3 万近くだとか、2万以上、1万以上回ってるやつって、基本的に全部レビュー動画なんですよ。で、サイクリングブログとかっていうのは出した瞬間にブワッとこう1000、2000とかって回って、まあ本当に回ったやつでも1枚行くか行かないかぐらいなんですね、今のチャンネルの規模で。で、今回こう全世界同時でしかもすごく注目のある製品っていうので期待してたんですけど、いつもよりは回ってるけど、まあチャンネル相当というか、チャンネルの規模通りの再生数で、ってやっぱり YouTube ってよくできてるなっていうのと難しいなっていうのを思っているところです。で、ただですね、今回、ちょっとだけ、どこまで話していいかわかんないんですけど、こう、このチャンネルの、こう、数で、結構、インスタ360さん、私が、登録者多分800人ぐらいの時に初めてレビューさせてもらったんですけど、自転車をやっているなり、本当にまあ、アクションカメラなんで、アクションして撮らなきゃっていうのもあるので、そういうので声がかかって、初めは、本当にもう提供とかでなく、お借りして、出してもらって、製品も戻してっていうのでレビューさせてもらって、で、まあ、いつも通り真面目に動画を作って、そっからですね、動画ちゃんとこうレビュー作ると依頼が来るようになって、結構インスタ360の製品はずっとレビューをしてきました。で、大体こう発表があるあるって言って発表が終わってから、少し経って、まあ、一週間ぐらい経って連絡来て、レビューしてくださいとかだったんですけど、今回、本当に発売前、発表前、みんなが出んのか出ないのかって言ってる時で、実際はですね、これ多分日本にこう製品が入った、初めのロットのプロトタイプを回してもらったんですけど、もう3週間以上、約1ヶ月前ぐらいに手元にあって、そっから結構ずっと、使ってました。で、話いただいた時から、動画切らしちゃダメだと思って、もうサイクリング行ったやつをちょっとこう分けたりして、編集して、で、本当にもうこの3週間ぐらいはエースプロ2っていうのをもう使いまくって、で、面白かったのが、こう、エースプロ2を使って、で、ここのこういう、まあ、夜なんか結構撮ったんですけど、こういう、こう、映像になってるとかっていうのを、向こうのエンジニアの人に渡して、で、どんどんファームだとかも、こう、上がってって綺麗になってとか、あと、ここの画面にこういうのがあった方がいいですとかって言ったら、それが通ったのかわかんないけど、次のファームウェアのアップの時に、そのショートカットのキーが入ってきたり、画面の表示になったりだとか、結構その、最後の最後の追い込みのところだとかっていうのも、こう、
なんでしょうね、こう一緒に味わえて本当にこう面白かったっていうのがこう感想です。で、画質なんかもすごく気になるなとか思ったり、こうだなとかって思ったところだとかっていうのもこうどん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 ファームアップで、まあこっちも言いますし、ファームでアップするとこう改善されたり、あとまあ今見るとこうマニュアル載ってないところまで結構知れて、おーってめちゃくちゃ知れたじゃんっていうので、ちょっと本当再生数回ってないのは申し訳ないんですけど、個人的にはめちゃくちゃいい経験をさせてもらいました。で、結構、このチャンネル始めた時の、こう、最終的なゴール、もうこんなに早く来るとは思わなかったんですけど、10年だとか、それこそ自分がもうリタイアしてだとかって言った時に、こう、それなりに YouTube やってて、レビューアーとして、こう、経験もあって、なんか新製品の、こう、発売前の先行レビューとかできたらいいなと思って YouTube を始めたっていうのが、結構 YouTube を始めた時のきっかけになります。で、こう、もともとこういうガジェットだとかカメラだとか、そういうのも、まあ歴も長くて、で、好きなので、そういうことができたらいいなと思って始めたんですけど、本当に今回のやつはもう夢がいきなり一気にトーンと叶ってしまって、本当にいい経験をしたなと思います。で、このチャンネルなんですけど、こう、そういうレビューっていうのを考えているときに、やっぱり思ったのが、自分自身思ったのが、初めもう顔出ししようってすぐ思って、で、顔出ししようと思ったのは、レビューとかってやっぱりこう、どういう人が言ってるなり、この人が言ってるなら信じられるだとかで結構大事かなって思っていて、で、ブログなんかも結構もう本当に素なんですよね。素のこう、夫婦で会話してる、こう、趣味を楽しんでる映像っていうのを出して、で、見てる人からしたら、レビューだけ見たいんだよなり、こう、サイクリングのブログだけ見たいんだよっていう人当然いると思うんですけど、やっぱり個人的にはこうまだこう一緒のチャンネルでこういう人がこういうレビューしてるんだなっていう、こうキャ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 って笑ってるやつと、あとこう真面目にレビューしてるやつと、そのギャップだとか、こういう人が真面目にやってこうやってるんだなっていうのが、こう少しでもねリアルにレビューだとかっていうのを伝えたいと思って、できる限り普段とか素っていうところもこう、まあ同じチャンネル本当にね、こう見たくない人には申し訳ないなって思いつつも、ただ見てほしいなり、こういう人がレビューしててこう信じてほしいななり、こう、あ、こういう価値観なり考えてる人が、あ、こういう感想を持つんだとかっていうところで、共感を少しでも持ってくれる人が、こう、まあ少しでもいればいいかなと思って、チャンネル運営の方をしています。で、もう今回本当に夢が叶ってしまったっていう感じなんですけど、ただただ、実はですね、まだまだレビューもあってですね、少し今今後の話みたいな感じなんですけど、タイムコード関係のやつもおそらく何本かレビューを今後出していきますし、もうこんなの絶対マニアックで、サイクリングブログ見てる人は興味ねえっていう人がほとんどかもしれないんですが、あとですね、今日なんかも、新しいライトを使わせてもらっていて、もう個人的にはまだまだこう研究中なんだけど、現時点でもすごく満足。こう、ライトがこう何個かレビューしなきゃいけない、新しくレビューしたいなり、まあしなきゃいけないのがあるので、ライトのレビューがあったり、あともうジンバルのちょっとレビューがあったり、あと、ソニーさんの今度出る小物のこうレビューがあったり、もうこの辺全部発表されていて、言っていい情報のやつだけ言ってますけど、そういう機材なんかのこうレビューなんかも、まだまだこう、まあできる範囲で、どれぐらいかかるんだろう。まあ1ヶ月2ヶ月かけて、どんどん出していきたいなと思ってます。で、あと、もちろん、サイクリングブログは、こう、サイクリング行った後に作ってて、また面白さが結構あったり、あと、こう、妻と見ながら作ってるっていうのもあって、それ見ながら、こう、キャッキャ笑いながら作ってるところもあるので、サイクリングブログも、まあ、毎週出しますとはもう本当にお約束できないんですけど、ちゃんとそれなりの頻度で出していこうと思うので、今後ともこのチャンネルよろしくお願いします。あ、そうだ、言わないと。このチャンネルのデータを見てると、本当に、こう、リピーターの人すごく多いんですよ。で、新規とリピーターの数は大体一緒か、リピーターの方がちょっと多いかなりで、こう、まあ、すごくいい割合かなと思うんですけど、チャンネル登録者数が異様に少ないと思います。なんかこういろいろ YouTube のそういう分析しただとかって解説してる動画があるんですけど、見る限りちょっとチャンネル登録者数がこう視聴者の中の割合でめちゃくちゃ少ない、 6% とかなんですよね。 6% とか 5% とか 7% とかで、これはなんかね、やっぱりチャンネル登録を全然してもらえてないなっていうので、まあ自分のコンテンツがバラバラとか、こうチャンネル登録本当にお願いしますだとか、こう視聴者さんに寄り添ってとかっていうのが十分できてないのかなっていう反省点もあるんですけど、
けどちょっとダメなのかな。ただ本当にこういいレビューを届けたいだとか、あとこう趣味で楽しむっていうことを少しでもお伝えして、こう夫婦でサイクリングするっていいよねって思う人が一人でも増えたらいいなと思って、本当に動画とか出しているので、なんとか少しでもいいなと思ってる人にはもうぜひぜひチャンネル登録してもらいたいですし、今後も動画見続けていただけたらなと思います。はい、今回ちょっともう本当に言い訳というかごめんなさいっていう回なんですけども、ちょっとまあ面白いレビューだとか、こう新しい体験だとかっていうのもさせてもらったので、まあ珍しいこう動画で、おそらくほとんど編集もしてないかもしれないんですけど、今後ともよろしくお願いします。はい、それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。